水風の章、守護の説、野望の名手。ガルグマク大修道院を新たな拠点に定めた同盟軍は、大修道院に帰還したセイロス騎士団の協力を取り付けると、帝国軍に対抗すべく動き出したが、さすがはヒルダだな。大修道院の修繕に騎士団を巻き込むとは。ちょっとクロード君が目くばせするから乗ってあげただけでしょ。君たち大修道院の修繕に協力してくれて助かったよ。いいえ、卒業生として当然ですよ。族の退治までしてくれたんだってな。本来は私らの仕事なのに悪かった。気にしないで結構ですよ。我々は共に帝国に抗う同志なんですから。確かに私らは帝国と相入れないが、同盟は帝国に従う道もあるんじゃないのか。彼女帝の目的はフォドラ全土の支配と既存の秩序の破壊だと俺は見ています。彼女が同盟の存続を容認するとは思えない。相入れないのは同じなんですよ。で、実は我々はここを拠点として帝国に一泡吹かせたいと思ってましてね。なぜここを拠点に。ガルグマクこそ地理的にも精神的にもフォドラの中心にある場所でしょ。帝国が捨ておいている今のうちに拠点として確保しておきたいんですよ。ああ、帝国は前線から遠いこの地を今のところ重要視してないみたいだからな。ただし俺たちが勝手に占拠したんじゃフォドラの人々の心は動かせないが、幸いにして先生が俺たちの元に戻ってきてくれた。レアさんに天帝の剣を託された先生が一緒に戦ってくれるなら名分も立つ。その上騎士団の方々にも会えた。これぞまさに天啓。そうは思いませんか。話は聞かせてもらった。君の意志は。我々だけでは戦力不足だが、同盟の協力を得られるなら、大司教は自身の身に何かあれば君に教団の工事を全て託すと言っていた。君は同盟と行動を共にするというのなら我々もそれに従おう。クロード、そういうことでいいか。もちろん、先生と騎士団の方々が一緒ならこれほど心強いことはありませんからね。俺たちの力で彼女帝の物騒な野望を粉々に砕いてやりましょう。よう兄弟、廃墟同然だった修道院も賑やかになってきたな。5年前の口約束だけで仲間が集まり、偶然にも騎士団まで帰還してくれた。まるであんたの目覚めをみんなが待ってたかのようだ。今ここにいる連中と共にこれから帝国軍と戦っていくことになる。できたらみんなに声をかけてやってくれ。まだ迷ってるやつもいるかもしれないからな。私がここで戦うのは村のためだけじゃないんだ。師匠にあんたのことを頼まれてるからね。一番弟子としての務めってやつだ。あんたを守るだけじゃ足りない。必ずあんたを勝たせてやるくらいの意気込みでいくつもりだ。ま、頑張ろうな先生。エーデルガルト様、帝国掌握です。王国と同盟へ圧力強めるしています。当初宗教を敵対する難しい、私考えていました。しかし腐敗する貴族多いです。それ反発した民衆味方しました。戦いの趨勢、先生と私たち握る間違いないありませんです。この5年何もできることがなくて私焦っていたんです。
でもようやく明確な目標を持って動ける。先生とクロードには感謝しています。打倒帝国です。勝利すれば平和が訪れる。父も母も平穏な余生を送れるでしょうから。クロード君のしたたかさ、私のこと言えないですよね。まんまと騎士団の人たちを巻き込んでるし、先生も気をつけた方がいいですよ。私は自分の意思でここにいるんで、兄さんの近くにいた方が面倒だから。また先生やみんなと一緒に戦えるなんて夢みてえだよ。妹なら大丈夫だぞ。今はおでとじいちゃんで始めた飯屋を手伝ってるんだ。おでもこのまま飯屋の親父になるしかねえのかなと思ってたんだが、先生とクロード君のおかげで騎士の夢復活だ。父には書簡を送ってある。万一反対されても僕はここに留まるつもりだ。残念ながら同盟寮に戻ったところで僕にできることなど限られている。ここであなたと一緒にいた方が存分に戦える。そんな気がしてね。もちろんだ。あいつに任せておいたら同盟を潰されかねんからな。大聖堂が崩れたままでも祈ることはできます。主は私たちの祈りと懺悔をきっと聞いていてくださる。でもいつか美しい大聖堂に戻して差し上げたいです。だいぶ修繕したとはいえ、戦いの傷跡は簡単には消えませんね。千年の歴史を誇った大聖堂がこんな姿になってしまうなんて。いつかしっかりと再建したいですよね。大聖堂はフォドラの象徴ですから、思い出せるうちに昔の美しい大聖堂を絵に残しておこうかな。先生、ご無事で本当に良かったですわ。これから先生がどんな道を歩まれようとも、私が必ずお助けしますからね。遠慮なんてなさらないで。あなたは私の命の恩人なんですもの。先生も学級のみんなも揃ったし、なんだか昔に戻ったみたいだわ。また先生と一緒にいられると思うと暗い気分も吹っ飛んじゃいそうよ。ねえ、そうね。私もみんなの足を引っ張らないようにしなきゃ。先生、5年前のようにみんなで力を合わせて頑張りましょうね。ララ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 。あら先生私ご機嫌なんです。もちろん先生が生きてたからですよ。昨日の友が今日には死んでしまう、そんな時代にあって5年ぶりに再会できたなんて本当に素敵です。あなたみたいな人が歴史に名を残す存在になるのかもしれませんね。レア様が不在の間はあんたに従う、それがレア様のご意向のようだからね。だがこの先あんたがどんな決断をしようと、レア様の捜索は続けさせてもらうよ。ま、私が譲れないのはその一点だけさ。これからよろしくな、先生。私は今は騎士というよりは傭兵だ。金で働いている。もともとフォドラには思い入れが少ないんだ。そろそろ去ろうかと思っていたが、あんたがいるなら少し話が変わるな。あら先生、あなたって全然変わっていないのね。あなたくらい若ければ5年も経ったら雰囲気くらい変わりそうなものだけど、でも私も変わらないでしょ努力の賜物よね。いつまでも若い二人素敵ね。あなたもそう思わない？この5年君のことも探していたのだ。こうして再会できて何よりだよ。今後
教団の者は皆君の意志に従うが、レアの捜索だけは諦めないでもらいたい。ありがとう。厳しい戦いになると思うが、我々も全力で君を支える覚悟だ。そういえば同盟領では諸侯の仲が悪くなったことで治安も悪化しているの。特にミルディン大橋の近くは盗賊も増えて大変みたい。噂では領主のアケロンって人がものすごく無能なんだとか。頼みを聞く余裕はあるか？よくやってくれたな。お願いしてもよろしいですかな？おお、ありがたい。あんた、頼まれてくれねえか？お願いしたいことがあるんですが。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。いや、またこうして先生にご挨拶できるとは感激であります。5年前は自分も死にかけましたが、もう二度と敵の侵入は許しません。たとえ死神騎士が現れようとも、ここで食い止められるよう善処します。その調子だ。ありがとうございました。合格？当然ですよね。頑張った甲斐があったな。合格か。さすがは僕だ。合格？私が？みんな、ちょっと聞いてくれ。俺から一つ提案があるんだ。今回、俺たちは帝国軍と対決すべくここに兵を挙げるわけだが、同盟の軍旗を掲げて戦うのは都合が悪い。
新帝国派諸侯から苦情が来しまうんだな。それにセイロス騎士団も合流してくれた。ならいっそ軍旗を新調したいなと。そこでこんなものを用意した。掲げてくれ。ご存知、先生が宿している炎の紋章だ。千年の時を超えて復活した幻の紋章。これから奇跡を起こそうっていう俺たちにふさわしい軍旗だとは思わないか。フォドラの大地が新しい時代の夜明けを迎えられるその日まで、この炎の紋章の軍旗のもと心を一つにして最後まで戦い抜こうぜ。クロード君ってば、修繕どころか帝国との戦いにまで巻き込んじゃうなんて。俺から頼んだわけじゃないさ。それにむしろ先生の手柄だろ。そうだ、先生に礼を言っとかないとな。ちょっと探してくる。よ、兄弟、ここにいたか。あんたがいなきゃ騎士団の加勢はなかった。改めて礼を言わせてくれよ。ああ、任せてくれ。この戦いの果てに俺の望みもあんたの望みも全部叶えるつもりだ。俺の望みか。例えばそうだな、フォドラの喉元をこじ開けるとか。あそこには同盟領の東の国境を守るため巨大な城塞が睨みを利かせてる。喉元に横たわる厄介な上物、俺からすればあれは瓶の蓋だ。フォドラの連中は狭い世界しか知らない。外を知らないから偏見が生まれる。逆もまたしかり、外の連中もフォドラを知らないから差別が生まれる。瓶の中を覗けば、瓶の外を眺めれば、そこにいるのは同じ気の合う人間なんだ。開けてみたい、いやぶち壊したいのさ、俺たちを閉じ込めてる瓶の蓋をな。俺を見て話すが、今そんな話をしても現実味がなさすぎるだろ。まずは帝国を倒してフォドラの中を落ち着かせないと。先生、クロード、敵襲だ。話はここまでにした方が良さそうだな。レオニー、どうした。小規模だが帝国軍がこっちに向かってる。近くに駐留してた奴らみたいだ。さすがエーデルガルト、監視の目に抜かりはないか。そこなくっちゃ。先生には負けないからね。セイロス騎士団を加えての初戦闘だ。俺たちの門出を華々しい勝利で飾ろうぜ。あんたに頼んで正解だったな。